皆さんこんにちは。こんにちは。本日はどうぞよろしくお願いいたします。さあ早速ですが、まず梅澤さん、はい、一言皆さんへのご挨拶と、新 CM 撮影の思い出やご自身の推し食材への思いなどありましたらお聞かせください。はい、皆さん本日はお集まりいただきありがとうございます。3年連続で果物推しを務めさせていただいております梅澤みなみです。毎回 JA さんの撮影ではフレッシュな果物と一緒に撮影していただいて、私も普段毎日フルーツを食べていて、家に何種類ものフルーツを置いてあるぐらいすごく好きなので、こういい匂いに囲まれながら素敵な環境で撮影させていただいております。本日はよろしくお願いいたします。お願いいたします。梅澤さん、秋はねまたいろんな果物美味しい季節ですよね。はい、もう毎日美味しくいただいております。楽しみですね。はい、ありがとうございます。続いて遠藤さん、お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。お米推しの遠藤さくらです。秋元真夏さんからお米推しを引き継がせていただきました。撮影時は CM 撮影時は炊きたてのお米をいただいたんですけれども、炊きたてのお米はちゃんと粒が立っていてとっても美味しかったのを覚えています。あとは私の好きなみたらし団子やおせんべいなどもお米から作られていて、お米推しとしてはとっても嬉しいです。本日はよろしくお願いします。お願いします。遠藤さん、お米って本当にいろんな食べ方ができますものね。いろんな食べ方ができるので推していきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。そして田村さん、お願いします。はい、皆さんこんにちは。お花推しの田村真由です。私は斉藤飛鳥さんからお花推しを引き継がせていただきました。私も CM 撮影時からすごく見た目でも癒されましたし、そしてやっぱりお花といえばこう香りもすごくこう素敵なものが多いので、その香りからもすごく癒しをもらいながら CM 撮影をすることができました。こう普段からこうお花をいただいたりこうプレゼントすることも多いので、なんかそういうたくさんの方にこうお花の魅力をたくさん伝えていけたらいいなと思います。本日はよろしくお願いします。梅澤さん、このつなぎの着心地いかがですか？はい、もうとっても動きやすく、このままもう畑に出れるんじゃないぐらいな感じなんですけれども、前までは緑の全身つなぎだったんですけど、今年からはこう紫の乃木坂カラーと JA さんのこの緑の印象的なカラーが相まって、ファンの方からもすごくこうまた変わって可愛らしいねという声もいただいたので、私たちも今回からねこの衣装でしっかりプロジェクトを務めていきたいなと思っています。皆さんそれぞれ推しの食材があると思うんですけども、それぞれ誰に推しの食材をプレゼントしたいなどありますでしょうか？よろしくお願いします。なるほど。じゃあ、そうだな、私はフルーツ推しなんですけど、メンバーみんな本当にフルーツ大好きで、こうよくこう差し入れとかでいただいてもすぐになくなってしまうぐらい大好きなんですけど、じゃあ今日は隣にいるさくに、はい、私がすごく旬ですしすごく好きなイチジクがすごく大好きなので、こう生のイチジクを一緒に食べたいです。うん、どうですか？お願いします。いいんですか？はい、嬉しい。好きです。イチジクって私あんまり食べる機会そうだよねなくて。いいんですか？もう食べましょう、ぜひ。今すごく旬でたくさんスーパーにも並んでるので、イチジクをプレゼントしたいです。ありがとうございます。はい、はい、じゃあ私はですね、お米推しなんですけど、じゃあ横にいる田村真由ちゃんに。いいんですか？いいですよ。私は真由ちゃんがおにぎりが大好きなのを知っています。なので、炊きたてのお米で私が握ってあげてちょっと食べさせてあげたいなっていうのはあります。どうですか？ぜひ、もうご褒美ですね私にとって。ずるいかも。ずるい。私にも握ってほしいかも。わかりました、2つ握ります。嬉しい。ありがとうございます。嬉しい。そうですね、私はやっぱりこう来たら梅澤さんに待ってました。お花をありがとう。やっぱり日頃こうメンバーのためグループのためにすごくこう頑張っていろいろとしてくれてるので、なんかこうお花の癒す力をこう梅澤さんに渡して、もうプライベートでもこうたくさん癒しをもらってほしいなって思います。ありがとうございます。いただいちゃいました。はい、ありがとうございます。グループの中で流行ってる食材とか食があれば教えてください。流行ってる食材、流行ってるの何ですか？もうずっと本当に乃木坂って
お芋がすごく好きなんですよね。その、まあ、ちょうどね、うん、秋だし、はい、多分ここからずっとこう楽屋にはお芋があるんだろうなって予想してるんですけど。そうです、ね、みんな干し芋食べてますよね。みんな干し芋食べてます、ね、干し芋、芋けんぴ、芋けんぴ、うん、もうたくさんいろんな美味しいお芋をいただいてますね、ね普段、はい、で焼き芋、まあ、焼き芋ね差し入れたまにくださったりとかもするので、うんはい、焼き芋が流行ってるのかな、1年通じて流行ってると思いますけど、うんすね、ここから加速していくかなと思います、はい、間もなく誕生日を迎える遠藤さんですが、梅沢さん、田村さんのお二人から誕生日プレゼントをするとしたら、推し食材にちなんでお米を使った料理などで何をプレゼントしたいですかということなので、では梅沢さん、田村さんから遠藤さんに何をプレゼントしたいか。そうか、誕生日か。そうですね、もうすぐね、はい、でもじゃあ私からは炊き込みご飯、炊き込みご飯を作ってプレゼントします。大好きです、炊き込みご飯ね。ちょっと秋になって、うん、私もつい最近キノコの炊き込みご飯作ったんですけど、うわ美味しそう。ちょっとどうですか、食べてる姿好きなので。うわもう梅沢さんの手料理っていつか食べてみたいと思ってたので、うん、あもうぜひ、うん、いいんですか。もちろん、じゃあお願いします。ちょっと私も食べさせていただきます。あ一緒に、ついに一緒に。そうですね、私はさっきこうさくらの方からおにぎりをあげるっていう風に言ってもらったんですけど、実は私も料理はあんまりできないんですけど、あのおにぎりの塩加減には自信がありまして、なのであの美味しい塩おにぎり、まあ、具材が欲しければ具材も入れます。さくらの食べたいおにぎりをもういくらでも作ってあげたいと思います。握ってくれるんですか。もちろん。楽しみにしてます。面白い。遠藤さん、誕生日楽しみですね、これはね。本当ですね、ちょっと贅沢な一日になりそうなので、うん、楽しみにしておきます、はい、食欲の秋ですが、お三方で食べに行くとしたら何を食べたいですかという質問ですね。どうする、悩みますね。何食べようね。和食系とかもいいですよね。和食大好きですね。お魚とか好きですか。大好き。大好きです、私も。やっぱり秋になったらサンマとか、うん、わ美味しいじゃないですか、うん、サンマ。お米も美味しいし、確かに。もうなんか食べに行くっていうか、お家でこう材料を買ってきてみんなで作ってもいいね、うん、あ楽しそう。最高ですね、うん、それは。ワイワイできて、ね、うん、和定食を作って、うん、サンマがメインの炊き込みご飯もあって、はい、にしましょうか。はい、そうしましょう、はい、妄想です。はい、では皆さん、その推し食材を持ち合って持ち合っておうちパーティー、確かに持ち合おう。確かに、お花も添えて、ね、お花をいっぱい添えます。はい、楽しそうですね、はい、ありがとうございます。